彼は拙者の親友であった。ある日彼は拙者に無双の人たちを聞いたことがあるかと聞いてきた。拙者は当然その人たちは神罰が下る時にのみ見られると答えた。それは雷電将軍が達した武の極み、最強である証。しかし彼はその人たち手が届かなくもない。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れると言った。その後メガリレーが何の前触れもなく下された。人々の願望は永遠を構築する瓦となり果てた。そして拙者が放浪をしていた時、彼がメガリレーの執行者に御前試合を申し込んだと聞いた。御前試合は厳粛で残酷なもの。敗者は神罰を受け、勝者は天気を勝ち取る。彼は自分こそが立ち上がるべき人間だと思ったのであろう。それに無双の人たちに相対するのが彼の願いでもあった。しかし拙者が天守閣に着いた頃、すでに御前試合は終わっていた。ただ神罰が下り、彼の刀が地面へと落ちる音が響いた。それが彼の見たかった光であったのであろう。最後の瞬間、彼はどのような顔をしていたのだろうか、想像する間もなかったでござる。拙者は光が失せゆく神の目を奪い、そこから逃げた。拙者に理解できたのは、彼の熱き願いを氷のように冷たき心臓へとはめ込むべきではないということのみ。